えと,とても、えー、嬉しく思います、えー、特に「サイレントヒル」っていう作品は、えー、とゲームでありながらとても映画のようなゲームっていう作品性を目指していたのでそこの元の映画っていうところからこの「サイレントヒル」というコンテンツが、まあ、選ばれある意味選ばれて作品になるということはとても嬉しく思います。 もともと「サイレント・ヒル」っていうゲームがまあさっき言ったように映画から影響を受けたということで特にデビッド・リンチだったりスティーブン・キングだったりそれこそジェ,ジェイコブス・ラーダーだったりっていう作品の影響はとても大きいんですね。だからそういったものを影響されて僕らが「サイレント・ヒル」っていうゲームを作ったようにまあ映画化になればそれら彼らの作品のような。 まあ足して三で割ったよという簡単にはいかないけれど、そういった作品に仕上がるのではないかなっていうのは思います。した。えっ、ー、とまあもちろん映画もそうなんですけど、あの特にサイレントヒルっていうゲームはホラーでありながら人の心理状況とか感情的な面とか人間みたい人間性みたいなところをすごく深く 追求しているところがあるんですね。で、特に、その、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、ドストエフスキーの。罪と罰とか、特にサイレントツーであれば、ドストエフスキーの罪と罰なんていうのは。とても、あの、参考にして。その作品、このサイレントツーには、罪と罰っていうのがすごく色濃く影響されてます、ね。えっ、ー、と、サイレントヒルワンで出てきた。えっ、ー、と、看護婦のリスターが、僕は結構。 あのお気に入りというか印象的ですねでそれはあの比較的「サイレントヒール1」ではあのほとんどちょい役というかそんなに主人公クラスでは全然,全然出てこないんですけどストーリー上で描かれるリサの,あの感情とかあのそのリサが出てくる登場する、えー、と理由だったりっていうところであの大きく「サイレントヒル」っていう根底的に流れる あのお話とは離れてはいないんですけどリサを通して伝えられる人間の悲しさとかそういうのがすごくあの出てるんですねそこ、えー、本当に少ない登場なんですけど僕はすごく印象的で好きですね。えー、っとこれもまあされッヒール1なんですけど。 えと最初にあの自分の子供がハリーの子供がいなくなって追いかけてくるシーンでえーと次第に今あのだんだん詰まっていくとですね,あの路,地裏ですね路地裏でカメラがあのパンニングしながら彼を頭上からこう追いかけてプレイヤブルのシーンなんですけど追いかけるシーンがですね そこはすごくあの印象的です。すごくそこを作った時は比較もう今までのゲームにはないカメラワークだと、まあ、自画自賛するぐらいすごいすあの怖さっていうのがすごい出てたシーンであのドラマティックな部分ではないですけどこれから向かうであろう恐怖というかそういうのをすごくよく表現してるシーンなのでとても印象的ですね。 えと僕はあの「サイレントヒル」っていうのを作りながら実はあの実はというか自分が一番多分「サイレントヒル」のファンでもあるっていう自信自負っていうのはあるんですね。でそういう立場で「サイレントヒル」を作りながら「サイレントヒル」の一番の自分がファンだということで。 えとまあ、今回クリス・ガンと監督とお会いできたっていうかいや一緒にさあの作品をね作らせてもらうというだけでも光栄なんですけどまずここでちょっとじゃ置いときます。